このグローバルシリーズというのは、RBC マレーシアの本戦に、行くための、調整の場です。ここでチャンピオン、獲得してマレーシアに行く、権利を、得ることができます。2日間にわたるレース、皆さん思いっきりチャレンジしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしいですか。はい、はい、こういう一回も降りずに2回目結構上のアンカーだったけど、あれじゃなくて、手袋の上から。2日間にわたって行われました第2回の RFC グランドシリーズの、日本大会、ちょっとトラブルもありましたけども、大きな怪我もなくですね、終わることができました。これもひとえに皆さんのご協力だと本当に思います。それぞれ皆さん、ね、走られて思ったこともいろいろあると思うんですけども、
まあ、あの最後いろんな、ね、4号車トラブルがあった中でみんなが協力していただいてですね、本当にいい大会になったんじゃないかなと思います。第3位ですね、獲得ポイント、213ポイント、カーナンバー4番、安田早川組。ありがとうございます。ドランナー、ドライバー、ドライバー、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらケーキ、ケーキ、HS、スポンサーからあのデフキャップの、まあ、ご利用ください、はいはい、おめでとうございます。第2位ですね、獲得ポイントが、トータル301ポイント、カナバ16番、シグマ泉組です。おめでとうございます。ありがとうございます。シグマさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、で、あ、そうだね。おお、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは、栄えあるチャンピオンですね。第2回大会チャンピオン。総獲得ポイント数377ポイント。カーナンバー17番、小芝桜井組です。おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おお、マジっすか。はい、おお、これもあの HS エンジニアリングですけども、これはあの、ありがとうございます。コードライバー、はい、清水の経験です。ありがとうございます。 50m。 おお、筋トレだ。引っ張れよってことだ。太いんで14だから、ちょっとドラムでかくしないと。筋トレだ。お弱めは、じゃあこれを探し込んでみて。はい、入ってありますよ。はい、嬉しそうじゃない。まあまあ、はい、こちら、いろいろな感情はあると思います。こちらでジャングルマンアワードという賞をちょっと設けさせてもらいました。お二人に、差し上げたいと思います。まず一人ですね、いろんな形でですね、あのプロモーション、セールスプロモーションじゃないですけど、していただいた、ヤシコバさんに。マジですか。はい、ジャングルマンアワード、ヤシコバさん、いつもご協力ありがとうございます。ありがとうございます。謎の動画になりました。よくわかんない状態になった。撮られ慣れてないね。ありがとうございます。はい、じゃあ最後もう一人の方ですね、遠路はるばる今日駆けつけていただいて、かつこの山の中をもう撮影でですね、ずっと立ちっぱなしでやっていただいてた吉田さん。どうするんですか、なんか。まあ気持ち、まあ今さら、今さらな部品ですが、ありがとうございます。はい、いやいやいや、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ご苦労様でした。ありがとうございました。もろとで。ありがとうございました。今もう片足どっぷりつけている、渡辺忍君です。あ、おしゃれだ。教えてください。SJ 等乗ってるんだけど、まだウイチ未搭載。じゃあウインチは上げられないけど、リレー先に。じゃあ、おめでとう。ありがとうございます。ご苦労様です。はい、壊れないリレー。一緒に話せってことだ。16号車のシグマと言います。私、27、8年前にジャングルに行った経験があるんですけど、思い出しました。あの、それ以降、こういう走りをしたことがなかったので、とても懐かしくて。やっぱりジャングルはいいなと思います。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。なんとですね、シグマさんが70歳というのを昨日初めて知って、なんだなこの人あった今さら思っております。また参加したいと思います。ありがとうございます。親父さん、自分の上に過ぎたらいいんですよ。日より上に過ぎた。おぉ、そうなんだ。相当騙されてるね。びっくりしました。じゃあ、17号車お願いします。ドライバーやりました、小島です。自分は、まあ、主戦場はロック岩の方なんですけど、まあ、ちょっと練習のために、ね、いろんなジャンル の, あのレースの例で、特にこの RC、今回初めて出て、まあ、動画でしか見てなかったんであれなんですけど、まあ、ここまでハードのやつ、なかなかレースってないので、今回すごいいい経験させてもらって、勉強になりました。で、ミッティングとか、まあ、そこら辺の基本動作とか、それはもう他でも活かせる、まあ、いい経験になったと思ったので、良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。佐藤さん、お疲れ様です。小ドラをやらせてもらった桜井です。自分は今日レースが初めてで、なおかつ小ドラも初めてやらせてもらったんですけども、まあ、ドライバーの言葉で引っ張ってもらいながら、優勝させてもらったことはすごく嬉しいです。また機会があればぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来年のRSC ジャパングローバルシリーズに向けて、明日から私たちスタートいたしますので、また、来年のお越しを、お友達お誘いの上、お越しいただくことを願っております。また、チャンピオンを取られた小島さんチーム、シグマさん、ね、安田さん、皆さん、グランドファイナルマレーシアに、ね、行く権利をここで得ておりますので、ぜひマレーシアのグランドファイナル、その他のオフロードの、ね、ステージに抜けて、オールを漕ぎ出していただきたいなと思います。また来年会いましょう。先だな。以上です。すいません。あ、すいません。せっかくなんで、RFC グローバルシリーズは、まあ、昔からやってる世界のやっぱり、オフロード、クロスカントリーのイベント、レースの、まあ、トップカテゴリーのレースなんですね。で、それの、RFC っていう看板が日本にやってきたっていうのは、結構大きなトピックだと思うんですよ。で、これをやっぱりこういう機会に、日本のみんなに知っていただいて、こういうオフロードレースカテゴリーがあるんだよ、で世界にはこういうふうにステップアップする道があるんだよっていうのをほとんど日本でクロカン楽しんでる人たちはあんまり知らないことがあったんだけど、そういうのをまあぜひ紹介して、あげられる、まあ、一翼が担えればなと思っております。RFC ところも XCT ビジュアルもよろしくお願いいたします。またうちの方のイベントにも遊びに来てもらえれば、はい、よろしくお願いします。 ご協力も今後よろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、撮りますよ。上にありますよ。ちゃんちゃい風に行きますか。ちゃんちゃい風に。ちゃんちゃいパターン。ちゃんちゃいパターンが通じるから怖い。はい、撮ります。